どうも皆さん、ユビットです。今日はここ吉原に来ております。この吉原は言わずと知れたソープランド街ですが、ユビットもこれから遊びにそういうわけではなくてですね、実はこの辺りもとんでもない心霊スポットだったということなんですね。この吉原ですが、歴史はとても深くて、徳川家康の江戸幕府公認の遊郭、女性とお遊びするところですよね。そのエリアを一帯を遊郭と言っていたそうなんですが、最初元吉原として日本橋の人形町に作られ、江戸が大火災になったため、明暦の大火ですよね、の後ここ専属に移転して新吉原、今の吉原となりました。火事と喧嘩は江戸の花という言葉があるぐらいにですね、江戸は火事が頻繁にあったんですが、中でもこの明暦の大火は10万人以上の死者を出したそうなんですね。そしてこの吉原エリアも赤線が引かれ、交渉が廃止になるまでなんと22回も火事があったそうなんですね。そのために多くの遊女がこの場所で亡くなられました。さて、ここで働いてた遊女ですが、この吉原遊郭にはおはぐろどぶという堀がありまして、このエリアを外界から完全にシャットアウトしていたそうなんですね。なぜそんなことをしていたのか、それは女性を前借金で縛って半ば奴隷のように働かせていたからなんですね。要は人身売買の場所にしていたからだと言われています。その堀、おはぐろどぶと言われている堀の跡がこちらですね。性交渉による病気で働けなくなってしまったり、吉原の掟を破ったりした遊女たちは、この投げ込み寺と言われる上巻寺に犬や猫を捨てるように投げ込まれていったそうです。用済みは捨てる、なんともむごたらしい考え方です。江戸の大火事や関東大震災、東京大空襲と、この吉原遊郭は何度も壊滅するのですが、その度に復活するんですね。そしてその度に多くの遊女が亡くなっていきました。火災を免れようと堀や池へ飛び込んで溺れて、その死体は山積みになったそうです。その魂を鎮めるために作られたのがこの吉原神社ですね。後ろに見えるのが吉原観音様です。そしてそのたくさんの遊女たちが身を投げた池、弁天池があったのもこの辺りだと言われてます。この吉原神社、弁天池跡周辺では外界に出ることを夢見ながらも仲間奴隷のように散っていった遊女たちの霊が出ると言われています。きっとここで亡くなられたから、これからもっと先に行きたくて現れるんでしょうね。もしこの場所に留まっている遊女の霊を見たら、僕はもう大丈夫だからって声をかけてあげて後押ししてあげたいと思います。遊女の歴史はこの悲しくて暗いものばかりでもなくてですね、遊女の髷や衣装ですねが歌舞伎と相互作用して流行っていったそうなんですよね。この吉原遊郭からファッションとしてどんどん広まっていったそうなんですよ。ブレイクしたんですね。この歌舞伎も遊女であったかもしれない奥にという女性がおりまして、エロティックなシチュエーションを含んだ歌舞伎踊りという踊りをしたのが始まりだったそうです。ということを最近知りました。もう女性だったんですね。やっぱりいつの時代も流行を作るのは女性なんですね。でこの吉原神社にこう差し掛かった時にですね、おしろいの匂いがねプーンとしたんですよ。もしかしたらこの神社でおしろいの匂いがするお線香ねを使ってるのかもしれないですけど、なんか遊女たちのことを彷彿させるような匂いでした。でこの場所はなんか落ち着くんですよ。もともと遊女って神社とかお寺とか落ち着くんですけど、好きなんですけど、そうじゃなくてね、これだけ世界的にも人が亡くなられた人口密度が高い場所って言われてるんですね、この辺は。にもかかわらず、何でしょうかね、落ち着きますね。でもここで関東大震災や東京大空襲とか何度も起こった火災で多くの人が亡くなられたんですよね。ユビットアメブロ、ツイッター、インスタグラムやってますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。ベルマークもポチしてください。ユビットの更新情報が届きます。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。ユビットでした。バイ。